やです。イエーイ。はい、今回はあなたに幽霊が見えるかどうかを調べます。小学今日はみんなも簡単にできる霊感チェックをやりたいと思います。この霊感チェックに当てはまる人は、幽霊が見える人です。どうしたんだい、やりましょう。霊感チェック、その1は手の組み方ですね。手の組み方、そうです。目をつぶってください。はい、つぶりました。そしたらですね、こちらの手を簡単にね、組んでください。はい、そしたら左手の親指が上に来る人は、霊感があるかもしれません。じゃあやってみますよ、ゆいさん。やっちゃったんだね。シドニーじゃん。待って、波吉ある。右じゃん、もう。どうやったらこれ右なの？気持ち悪くない？右。左キモくない？この組み方嫌なんだけど。うちもこの組み方嫌だ。組み方こうだよ。大嫌い、この組み方。友達になりたくない。ごめんね。大丈夫、ゆいゆいのことじゃない。ゆいゆいのことじゃない。その2です。はい、実はね、霊感っていうのは、もう生まれたその時から決まってるらしいんですよ。すごいじゃん、それ。まずね、誕生日の西暦をやってください。ちょっと離れてね。2回。これ何になったら何なの？11になったら霊感ある。ごめんね、みんな。え、知らなかったか。君はお化けなんだ。はい、そんなね、お化けちゃんなゆいゆいにおすすめなのがこちらです。じゃじゃん。12月20日頃発売のチャオデラックスホラー冬号です。おお。いやね、今回もね、これね、ほんと怖いよ。全25巻が、25本でしたね。25本276ページ。いや、678ページ。やっぱ怖いですね。まあいいかな。600なんだっけ？ 78! 毎回言ってると思うけど、2年間読めちゃうよ。1ページ。ね。毎回言ってるね。すごいよね。今回は、このチャオデラックスホラーから、私たちがね、ちょっと怖いなって思ったりした何作品かを紹介させていただきたいと思います。まし。1作品目は、舞田奈緒先生の雨雨フレフレです。4年生に進級して、リオは、みんなが憧れるマリアと同じグループに。マリアのママはモデルでいつも綺麗にしているけど、リオのお母さんは焼き鳥屋さんで働いていて、メイクもおしゃれもしない。だから絶対みんなにはお母さんのことをバレちゃいけないの。そんなある日、雨降りの歌の噂を聞く。雨の日にその歌を歌いながら人を指さすと、その人はどこかに連れて行かれちゃうらしい。この時、忘れ物を届けに来たお母さんをマリアに見られちゃった。それ以来、マリアはリオのお母さんのひどい悪口ばかり。そんなマリアを許せないリオが思い出したのは、あの噂。連れて行かれちゃうって、本当？12歳で大人気の舞田奈緒先生の読み切りホラーが登場。雨雨ふれふれ母さんが。雨の日のこの歌にはご注意を。いやー、怖っ。怖いよ。だってさ、アメアメフレフレなんてさ、幼稚園生の頃さ、日常茶飯事歌ってたんだよ。そうだ、ウェイウェイウェイ、雨で雨でピアーって感じで歌ったんだよね。そうそうそう。なのにだよ、それをだよ、人を指さしながら歌ったらその人連れてかれちゃうんだよ。いやー、怖っ。しかもさ、この物語ちょっといろいろ怖いよね。うん、
じゃあこの人優しかったんじゃなかったの的な。ほんとほんと、そうそう、びっくりですね。どんでん返しがありまして怖かったです。雨の日は怖くなっちゃうね。そうね。次は中島由香先生の化け物係です。クラスの生き物係で動物が大好きな5年生の女の子小道なる、実は誰にも内緒で学校の守り神クロとのお世話をしているんです。その名も化け物係。ある日、なるは1年生の2人組がカマキリの卵を踏みつぶすところを目撃してしまう。怒るなるだったが、どうせ虫だから別にいいじゃんと言って聞かない2人組。ところがその子たちのクラス全員と担任の先生までが教室で倒れるという事件が。カマキリの怨霊の仕業では？なるとクロとは早速放課後の学校で調査開始。学校を守るためになるが思いついた危険な作戦とは一体？大人気作品がまたまたデラックスホラーに登場。うわー、いやーね、いろんな意味でホラーじゃない？そうね、うん、でもこれ大人気だったんでしょ？そう、アンケート1位だったんだよ、うん、だからすごいよね。カマキリを踏みつぶすな。卵を踏みつぶしちゃダメ、ね、生き物は踏んじゃいけません。はい、大事にしてください、はい、大事にしてください。小学生のまあ、ちっちゃい子でもいい、もう読める、うん、すごい怖いガタガタプログラムじゃないか、うん、そう、手軽なホラー、手軽なホラー面白いからみんなもぜひ読んでみてください、はい、次は水野里乃先生のショコラの魔法です。美術展で最優秀賞を受賞した西野愛理、高校2年生美術部。実はこの作品は不運にも亡くなってしまった後輩水月さんの意思を継いだものだった。その美術展の後、部員が3人も行方不明に。そしてロッカーから血、水月さんの呪いだと恐れる部員たちが次々と急部していく中、一人活動を続ける愛理。ある日、美術準備室で水月さんの自画像を見つける。その絵に描かれた唇は毒々しいほどに赤い。そしてその夜、帰ろうとした愛理は美術室に閉じ込められてしまう。ようやく出たものの、また美術室？そんな愛理を見つめる水月さんの自画像、そして明かされる水月さんの死の真相。今回ショコラは誰のどんな願いを叶えたの？大人気シリーズショコラの魔法最新作です。ちょっとね、ショコラの魔法はいつも怖いから ね、 そうね、最初この人なんかわいそうだな、そうかわいそうだなって思ったんだけど、えって思ったんですよ。アイリちゃん、うん、いやなんかすごい可愛くてめっちゃ、うん、ああいい子なんだろうなと思ったんですけど、まさかのね、まさかの真相だし、びっくりんじょだった、うん、急に変わる展開が面白いです。面白かったです。はい、次はあずきゆり先生の夕方5時の理科室です。夕方5時、隣町の中学校の旧校舎にある理科室に行くと、とある先生が現れるらしい。林田あすみは中学2年生、彼氏の深夜とはラブラブカップル。なのは見せかけだけで、実は超やきもち焼きな深夜に些細なことですぐ暴力を振るわれる地獄みたいな毎日。もう別れたい。そんなある日、過去に戻れる薬をくれる先生の話を耳にする。深夜からの告白をなかったことにできるかもしれない。噂の通り現れた先生にもらった薬を飲むあすみ。目を開くとちょうど深夜に告白された現場、過去に戻れるあの噂は本当だった。やっと地獄の日々から解放される。喜ぶあすみだったけど、変なことが次々と起こって、やり直したはずなのにおかしい。なぜ？その真相とは一体？不思議な薬をくれる先生がちょっとね、怖かった。そう、怖かったっていうか、なんかちょっと怪しさ満載じゃない。あー、わかる。それは変な薬は飲んじゃいけません。そうですね、本当に危ない。ダメです。次行きましょう。次は星野美希先生、誰です。冬休み、親戚の集まりに呼ばれた滝口智香だけど、親戚と会うのはうんと小さい頃以来、覚えていない人ばかりで正直気が進まない。そんな中、智香のことをなぜかマリコと呼ぶおじさんに、突然親戚の顔と名前はちゃんと覚えなさいと怒られてしまう。おじさんは常に智香のことをじっと見つめてきて、まるで見張られているみたい。マリコって誰？このおじさんは何者？そして友果を待つ衝撃の結末。みんなも親戚の顔と名前は覚えようね。でも私これが一番怖かった。あ、相当？そう、ガタガタブルブル。あ、マジか。
おじちゃんがやっぱ怖かったな。おじちゃんは怖かった、うん、親戚の顔と名前絶対覚えなきゃダメだよ。そうだよ、本当にそう。そう、他にもチャオデラックスとホラー冬号には怖い話がたくさん入っています。12月20日頃発売なので、怖いものシリーズの方は買ってみてください。はい、ゆいゆいさんは、うん、なんかちょっとさっきすごい霊感ありましたけど、なんか、まあ、正直幽霊は見たことありますか？またここにいるよ、幽霊。あ、授業してるじゃん、こうやって、うんうん、こうやってさ、うん、机ってこんくらいやん。いや、そうね、こうやってやるやん、うん、斜め前くらいにさ、うん、視界入るやん、ここら辺、うんうん、この下に、ね、ありますね。授業中だからさ、誰も立ってないじゃん。はいはい、足見えた。やべえ、怖い。しかもこっち向いてんの。やだ。裸足なの、しかも。やだ。お化けだと思いまーす。Ciao, ciao.